みなさんこんにちは、プリちゃんガールズレイナです。チラトガールズのチズルです。リンです。今日のアニメのアンナちゃんなんだけど、すっごく頑張ってたよね。かっこよかったよ。アンジュさんが最後に言ったセリフ覚えてる？一つの階段を登ったわねでしたっけ。正解というわけで、今日は二人にも階段を登ってもらおうと思います。バン。忙しい忙しい。でもちゃんと意味があるからね。この階段は愛宕神社さんの出世の階段って言われていて、アニメのタイトルにもあった笑顔で決めてみましたはにちなんで、登り切ったところで2人にも最高の笑顔を見せてもらおうと思います。ちなみにもし最高の笑顔じゃなかったらやり直しだからね。行ってみましょう。それでは2人ともこの階段を登ってもらいます。やっぱり大きいですね。ねえ、大きい。大丈夫？2人とも登れる？うん、やってみなくちゃわからない。わからなかったらやってみようです。いいよ、いいよ。ということで行ってみましょう。頑張ろう。大丈夫？千鶴ちゃんそんな早い？早いね。ねえ千鶴ちゃん、神様にお願いしたいことありますか？キラットレアのコーデが、うん、揃いますように。お、いいね。じゃあお願いしよう。あともう一個は、あ、何欲しいもの？キラットガールズのお仕事が成功できますよ。いいね。あ、キラッさあ、りんちゃんはさ、はい、アンナちゃんみたいに負けず嫌いなところがあるって聞いたけど。あ、結構そうです。あ、そうなんだ。単純に負けず嫌い。ちょっとレイナが疲れてきたかな。二人とも大丈夫？大丈夫です。お、来ました。この階段ですね。すごい高いです。せーの、いいですね。最高の笑顔ということで、私もじゃあ一緒に、3人とも最高の笑顔ができました。じゃあお参りする前にまず手を清めましょう。じゃあやってみよう。じゃあお参りに行きましょう。はい、お参りします。はい、お願いできましたか？できた。よし、叶えてもらいましょう。おみくじを引いてみましょう。はい、そしたらここから引いて1枚。はい、じゃあリンちゃんも引いてみよう。せーので開けてみよう。せーの、ほい。キチキチ。あ、お、中吉。中吉だ。こんな感じです。キーちゃんは中吉でした。じゃあ次はレイナちゃんとリンちゃん。吉でした。人の助けにより早く成功します。でもごめん、人の助けにより早く成功しますと。一緒じゃん。同じことが書いてあるね。願い事、急には無理控えてよしと書いてあります。お参りもしたし、おみくじも引いたし、上がった気がする。よし、上がった気がします。じゃあ運気を高めてこれからも頑張りましょう。というわけで、出世の階段登ってちゃんとお参りもしましたが、2人ともどうですか？運気上がった気がしますか？上がったと思う。りんちゃんは？私も上がったと思います。というわけでですね、しっかりお参りもしたところで、前回紹介しきれなかったプリちゃん第4弾の新情報をお届けしたいと思います。それじゃあいくよ。せーの、どうぞ。新しいお国がどんな感じなんだろうね。気になりますね。めっちゃうまいね。
もかったら、キラッと高評価とキラッとチャンネル登録、キラッとよろしくお願いします。探せキラッといいところ、桃山未来です。プリちゃんは自分で作った番組を配信できちゃう最高に楽しいみんなのチャンネル、いいねをいっぱい集めれば誰でも今日からプリちゃんアイドル、世界中のみんなに自分のキラッとアピールしよう。キラッとプリちゃん、テレビ東京にて毎週日曜午前10時から放送中。キラッと私のチャンネルやってみた。